それとも誰かと話してリラックスするか。さっきのバトル最高だったな。俺は簡単に落ち込んだりしない。今度時間があったら俺と一緒に鍛錬しようぜ。でもそれはトーナメント戦が終わってからだ。今は他のことは考えずに次のバトルの準備をしておけ。少し遅くなっちゃったけど、君たちとルカのバトルは見られたわ。本当にいいバトルだった。診療所で子供たちがゲームの話をしているのを聞いたとき、またいつものおままごとかと思ったんだけど、バトルを見たらその認識もガラリと変わった。みんなが夢中になるのも納得ね。ゲームをする中で人々は自分を高めたり、他の人と手を取り合ったりすることができる。こうした無害な競争は敵意や紛争を解消する上で意義があるわ。これは我らが勝者様じゃないか。お前とルカのバトルは見ていたぞ。本当にいいバトルで俺も熱くなってしまった。それにこのゲームは子供以外も参加できると聞いた。時間ができたら俺もプレイしてみよう。